全世界の皆さん、こんにちは。こんにちは。課外授業ということでね、今日は5日分ですか。千と幼児学園という番組の録音を今このスタジオでね終えたところなんですけれども、で何の話しようかっても2人でごちゃ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 こう相談してたんですけど、お掃除っていうのをテーマにしようということでね。また綺麗好きでしょ。やり始めたら徹底的にやるんですけど、やるまでが長いですね。限界まで掃除しなかったりします。いいですか、ちょっと聞いて、はい、限界って何ですか。限界っていうのは汚れが目につくようになるまでしないですね。フローリングでしょ。でもお風呂場とか。風呂場ね、風呂場っていうのはなかなか厄介っちゃ厄介ですね、あれ敵がね。学園長、お掃除されるんですか。いいこと聞いてくれました。私は風呂場担当なんですよ。風呂マスター。風呂マスターそうそうね、うん、風呂マスターですね。で今かみさんと私と2人が住んでるもんですから、やっぱり掃除で点滴っていうと髪の毛でしょ。髪の毛がなんかこう最後の段階でこうまとわりついたりとかさ。だからうちのかみさんもあなたぐらいかな髪の毛。そうするとやっぱりちょっと抜け毛なんかがこう最後の段階でまとわりつきますわね。わかります。ベッて一塊で取れます。いや一塊で取れるとか、そんなに抜けますか。抜けますね。若い証拠だわ。うちのかみさんそんなに抜けない。だからそういうのをティッシュでこうつまみ出してやるんですけど、問題になってるのはあんたの髪の毛がそれに絡みつかないから全部そのパイプの方に落ちてってるって言うんですよ。どうにかしろって言うんですけど、どうにかしろって言われたってあんたしょうがないでしょう。どうすればいいと思います。薄い紙を貼る、水だけが通るような和紙みたいなもの。和紙、和なんかそれなんかちょっと和紙の世界とかって言うんで、なんか美術展とかに出してみ、いやいやもうこんなにベリーショートだからあんた和紙はもう通過しちゃうんじゃないかと思うんですよね。そしたらもうこっちで洗ってさ、こっちで受け止めるとかってこういう不自然な形になっちゃうわけでしょ。だから長いとね、すごいもう私長いからもう抜けちゃった毛が絡みついて、やーもう掃除とかって若い子言いますけど、短いじいさんは短いじいさんでこれねまた苦労してるっていうこと分かってほしいわけ。もっと切るか、え、髪の毛をもっと伸ばすか、もっと切るか。もっと切ったら裏チャンネルでやってるあんたうちの社長みたいになっちゃうじゃない。なんかこうウクレレ弾いてる。お揃いです。いや、お揃いってあんた何坊主お揃い。いや、あそこまでは難しいと思うよ。あそこまでは難しいと思う。だからとにかくもう掃除ね。水垢とかは大丈夫なんですか。赤いのは厄介やね。どうやって落とすんですか。古い歯ブラシとか耳のこのあれ綿棒ですか。綿棒で私が綿棒を使った後にやってんですよ。そしたらかみさんが、あんたもうバッチリことすんじゃないって言うんだけど、なんで汚いもの、あんた汚いわ、問題ないでしょう。この耳の汚れを赤にすりつけてるって。でちょっと聞きたいんだけど、その耳のね赤とあなたは風呂の赤が喧嘩してるようなとこ見たことあるんですか。警察とかに通報したことがあるんですか。あなた。ないですよ。そうでしょ。だって汚いものと汚いものでいいじゃない、合体してんだから。嘘じゃないですか。ああ、もう時間です。ありがとうございました。ありがとうございました。